私はもうすぐチャンネル登録者数が3万人になるウーバー配達系 YouTuber です。別れた彼女がツイッターで内情の暴露を始めてしまいました。どうすればいいか小学生でもわかるように教えてください。ウーバー配達系 YouTuber としてチャンネル登録者数が3万人に近づいていることは素晴らしいですね。別れた彼女がツイッターで内情を暴露している状況は厳しいものですが、以下のアプローチを考えてみてください。冷静に対応する。まずは冷静になりましょう。感情的に反応せず、ツイートを読んでから行動を決めましょう。プライバシーを守る内情を暴露された内容について事実であれば対応が必要ですが、プライバシーを守ることも大切です。公開された情報がプライベートなものであれば法的手段を検討することも考えられます。ファンとのコミュニケーション、ファンに対して誠実に接することが重要です。ツイッターでの発言に対してファンに向けて説明や謝罪を行うことで信頼を築くことができます。プロフェッショナルなアプローチ。 YouTuber としてのプロフェッショナリズムを保ちましょう。感情的な反応ではなく冷静に対応することが求められます。法的アドバイスを受ける、もしこの問題が法的な側面を持っている場合、弁護士に相談することを検討してください。最終的には自身の信念とプロフェッショナリズムを持ちながら適切な対応を取ることが大切です。